皆さんこんにちは、ナナプレイの藤森です。今日はフランスの気鋭のブランドイエマからアンティーク感たっぷりの手巻きモデルをご紹介します。早速実機を見ていきましょう。はい、それでは開封していきますね。ご対面です。せーの、よっ、おー、これは雰囲気いいですね。そしてこのサイズ感もまた絶妙。はい。こちらが今日ご紹介していく、イエマアーバンフィールドボンクリップブレス仕様。メーカー希望小売価格173,800円税込みのお品でございます。このヴィンテージウォッチのようなディテールで、ノンデイトの手巻きなのが最高でしたね。さらにこの特徴的なブレス、いわゆるバンブーブレススタイルですね。はい。これもどんな仕上がりなのか、早速手に取ってチェックしていきましょう。はい、いかがでしょうか。いやー、これはまたいい感じですね。いや、これヴィンテージファンにはかなり刺さるんじゃないかなと思います。はい、このモデルですね、径は約 37.5 ミリですね。かなり合わせやすいサイズ感。今時のね、主流のサイズ感になってきました。素晴らしい。好印象ですね。そして、このデザインリソースはね、もちろん対戦中に使われたようなミリタリーウォッチをベースにしているんですけれども、シリーズ名のですね、アーバンフィールドっていう名前の通り、少し都会的なモダンな印象も、顔のね、デザインの雰囲気からちょっと見て取れると思います。はい。このイエマ、まだまだ聞き馴染みのない方も多いかと思います。フランスに拠点を置く独立ブランドで、その歴史はなかなか古く、1948年に創業したブランドです。日本ではルパン三世がアニメ第1話で着用したブランドとして一部の層には知られてますね。本ブランドの詳細とアニメでファンが着用したモデルの復刻モデルもあります。こちらの動画でご紹介してますので概要欄から合わせてチェックしてみてください。さて、今回ご紹介しているこの本気アーバンフィールド、グリーンダイヤルを持ってきてみたんですけど、このグリーンダイヤルがまた渋いですね。はい。このカーキに近い抹茶色のようなグリーンなんですけど、この表面はザラリとしたようなサンドブラスト仕上げですね。キラキラしてるように思います。はい。素晴らしい。ちょっとね、経年で変化したような雰囲気にも感じれて、かなりナイスです。はい。で、ルミノバはですね、この針とインデックスのところにも塗布されております。こんな感じです。はい。そして、このシンプルなノンデイトの顔がいいですよね。手巻きでノンデイト。これ。便利ですよ。使いたい時にこうやって巻いてもらって自国だけ合わせてもらえばいいので、本当に気軽に使ってもらえると思います。もう手巻きノンデイトのいいところこれだと思います。さらにですね、着目すべきはこのブレスレットになっています。ボンクリップスタイルのブレスレットというふうに表記されております。こちらが標準装備されていて、雰囲気は抜群でございます。いわゆるバンブーブレスと呼ばれるタイプで、第二次世界大戦の頃に軍用品として使われていたものがベースになってますね。使い方としてはですね、この節のところにですね、この爪を引っ掛けてもらうような感じですね。はい、こんな感じで、こうやってはまってるので、つけたところに、こうやって任意の場所にこうパチッと合わせてもらうような感じでございます。ここですね。はい、こんな感じでございます。これね、かなり微調整がこの節ごとにできるので、装着感もいい感じなんです。はい、結構おすすめですよ。で、悪いとこ言ってしまうと、シャリシャリするんですね。はい。これがまた当時っぽくて、通には刺さるんじゃないかなと思ってます。はい。ということでですね、外装面はもうミリタリーウォッチをベースにした、衣装がたっぷりで、このブレスも含めね、はい。非常に、満足度の高い製品になってるんじゃないかなと思います。では次はですね、機能面、スペックをチェックしていきましょう。はい、それでは本機のスペックこんな感じでございます。シンプルなノンデイトの手巻きになっております。はい、注目ポイントはこの手巻きキャリバーですよね。はい、セリタです。SW210-1 でございます。手巻きといえば、エタの 2801-2 ですね。それもジェネリック版でございます。本機はですね、結構このようにしっかりと地板の仕上げもされていて、ね、美しいですよね。手巻きモデルはね、機械の構造が自動巻きよりも裏から見て分かりやすいので、私は大好きです。機能面としては本当に防水も10気圧で、駆動時間は45時間ですね、フル巻き時になっておりますので、本当に使いやすい手巻きモデルになってると思います。はい。次はこのモデルの魅力の一つでもあるサイズ感ですね。私の腕乗りでチェックしていきたいと思います。はい。実際に私の腕に合わせてみるとこんな感じでございます。もう本当に今人気の小径モデルに、この手巻きゆえのね、薄さも相まって非常にフィット感いいです。サイズスペックとしては、縦が45、径が37、37.5 ですね。はい。厚みが約 10.5mm となっており、フィット感いいです。そして、このバンブーブレスなんですけど、やっぱりね、軽いんですよ。ブレスレットモデルにしてはやっぱ 100g 切ってくる 86g ですね。なので、本当にこれね、装着感すごいです。はい。で、もうサイズ調整もね、こうやって微調整がしっかりできるので、フィット感も良い。ああ、はい。こういう感じですよね。もう、いいね。はい、ということでございます。ね、まあ、今、もうわかると思うんですけど、このブレスの使用上、どうしてもね、シャリシャリなっちゃいます。はい、もうこればっかりはね、もうこういうもんでございます。はい、もうそういうものだと思って、ぜひ使ってください。はい。まあ、古き良き、バンブーブレスが蘇ったような仕様になっているので、お好み合う方にはもう、ぐさっとくるんじゃないでしょうか。はい。ということでですね、最後にですね、本機のバリエーションをご紹介していきたいと思います。さて、本機なんですけれども、文字盤のカラーが5色存在し、ブレスは2種、ベルトが1種、計15種類のですね、幅広いバリエーションが実は存在します。当店では今回ご紹介のこのボンクリップブレスを中心にお取り扱いしてますが、ライスブレスのブレスだったりとか、ザーストラップモデルも、取り寄せ自体は可能です。ぜひ問い合わせてみてください。で、今回はレザーストラップが標準装備されたモデルもご用意しておりますので、こちらちょっとチェックしていきましょうか。革も合いますよね。素晴らしい。この雰囲気あります。合います。はい。まあ、このですね、レイジモデルのように各色ですね、本体の顔のカラーに合わせたストラップが装備されるモデルになっております。グリーンだとこんな感じですね。はい。いいんじゃないでしょうか。一覧のベージュのモデルもちょっと合わせて見ていきましょう。このモデルですね、非常に絶妙な色味、素晴らしいですね。ベージュって言ってるんですけど、まあ、ブラウン、ゴールド、ブロンズのような色味になってます。綺麗ですよね。はい。残念ながらね、このベージュダイヤル、実は本国ではすでに廃盤になってしまってですね、国内に入荷している分で売り切り終了です。すいません。現在当店にあるこの1本もかなり貴重な1本になってますので、ぜひぜひご検討してみてください。で、このね、ベージュモデル、実は、他とね、ルミの仕様違うんですよ。他はこんな感じで、インデックスがね光りましたよね。でちょっと分かりにくいんですが、こんな感じで601020のねこの外周のですねメモリの部分が実はルビーが振られてましてですね、これはまたいい仕様ですよね。このベージュダイヤルだけなんですよ。めちゃくちゃ惜しいんですけど、こんな感じでかなり個性的なダイヤルになっております。はい、素晴らしい。いいですね。はい。で、まあちょっとね、お値段は張るんですけれども、なかなか個性的な手巻きモデルになってるので、このボンクリップブレスもね、はい、非常にレアだと思います。まあめったに誰かと被ることはないと思うので、面白いんじゃないかなと思います。まあ皆さんはどっちのタイプがお好みでしょうか？ぜひコメントでお聞かせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。